思いっきり泣いてスッキリしたい人必見、号泣映画ベスト3。第3位は君に読む物語。認知症の老婆に物語を言い聞かせるおじいさん。その物語は戦争によって離れ離れになってしまったカップルのお話。とにかくいろんな恋の障害が起きるけど、決して二人は諦めなかったんだよね。今恋愛してる人は絶対見て泣けます。第2位は最強の二人。これフランスで驚異の大ヒット。全身麻痺のお金持ちの男性とスラム出身の黒人男性、この二人が仕事という立場を乗り越えて本当の親友になるというお話。障害者を聖人君子として扱うのはもうやめようという運動にいち早く取り組んだ作品。これは友人関係に悩んでる人に見てほしいです。そして第1位は湯を沸かすほどの熱い愛。宮沢りえさん演じる肝っ玉母ちゃんの主人公が突然の余命宣告を受けてしまいます。そこで死ぬまでにやりたいことリストを作ってやってくっていう話なんだよね。この映画ラストシーンを見た時に